ちら、サントリーのボスカフェラファコーヒーファームカフェラテとコーヒーファームブラックを飲みたいと思います。もうカミカミじゃねえかよ。なんでこんなに噛むんだ。はい、こちらローソン限定ということなんですね。コーヒーファーム、それね、コーヒーの牧場ということなんでしょうけど、コーヒー豆って牧場で栽培するものでもないような、まあそれは細かすぎか。ではまずブラックから飲んでみたいと思います。うん、おー、典型的な苦そうなブラックの香りですね。ではチャンネル登録よろしくお願いします。では続きまして、こちらのカフェラテ飲んでみたいと思います。色はいいんですけどね。果たしてこれ香りはそこまでしないですね。さっきのコーヒーに慣れちゃったのかな。では飲んでみます。こちらのブラックは苦味はそこまで強烈ではなくて、すっきりとして飲みやすかったのですが、大人向けの味を求めるとちょっと物足りないかもしれないですね。でカフェラテについては、ミルク感と甘みが結構強いので、こちらも大人向けの苦味を求める方にはいまいちかもしれません。本当に甘いものが好きな方にはいいかもしれませんね。今回はどちらも同じぐらいの美味しさでしたので、両方ともこちらの点数とさせていただきます。はい、それで春ほどにブラックホールや来てほしい、新生活の憂鬱も吸い込んでほしいのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終焉。